ハクちゃん、マリナのほんわかティータイム。どうしたんですか、その電車。はい、今週も始まりました、はい、大東市野崎のほんわかスタジオから私、落語家の住川博士と竹内マリナでお送りします。はい、今週も大いに盛り上がっていきましょう。はい、なんでこんなテンション高いかと言いますと、あのね、皆様方のおかげで、はい、6月24日、日曜日に開催させていただきました、大阪文化祭参加、ハクちゃんのよせばいいのにボリューム4、はい、この今世紀最大のビッグイベント、このお笑いイベント、ハクちゃんのよせばいいのに大成功いたしました。ありがとうございます。お疲れ様です。ね、マリナさんにも受付、そしてあのね、影慣れもしていただいて、そしてあの今ね、あのカメラ撮っていただいておりますね、ニノ君にもね、照明やら何やらかんやらとね、お手伝いしていただきまして、本当にね、多くの皆様方にね、お忙しい中、また遠方のところお越しいただきまして、本当にもう感謝しております。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、もう結構ね、いろんなこの感想が、はい、寄せられてましてね、本当にもう良かったと、はい、で、このほんわかティータイムのゲストであのお越しいただいたの、はい、島津優子さんね、島津さん、はい、フリーアナウンサーの優子りんね、優子りんさんが土曜日、日曜日と、もうぶっ通しであの研修講習会があってね、そのセミナーの講師として、いろんなそういうマナーの、あのご指導されとったそうで、もうくたくたやったそうなんですよ、土曜日、日曜日とね。で、日曜日はたまたまあの我々がイベントを開催させていただきました森口駅のすぐお隣の駅で、そういうことを、駅というかね、そのあのそこ の, あの土地で、土地というか場所で、場所で、地球のあれですけど、されとったらしいんですけどね。で、まあ、近いからいうことでこう来ていただいて、やっぱりもうね、ほんまにもうお腹の底から笑わせていただいて、リフレッシュ、ね、あのすることできましたと言っていただいたんでね、やっぱりもう我々はもう笑顔になっていただいて、楽しんでいただいてなんぼですからね、ほんまに良かったですわ。で、まあ、前田由香里さんもね、吉本 NSC32 期生の前田由香里さんもね、開口一番で会場をとって盛り上げていただきましてね、そして毎度おなじみの神室亭鶴丸さん、そしてスペシャルゲストの街頭紙芝居師の古橋理恵さん、こちらももうほんまにもう安定した実力でね、もう皆様方大満足で、そして私は、トリを務めさせていただきましてね、今回はハテナの茶碗というね、まあ大体、枕入れて45分ぐらいでしたかね、おしゃべりさせていただきまして、誰一人寝ることなく集中していただいたんでよかったなと思っております、はいはい、またこれからも頑張りますんで、ご声援よろしくお願いします。ということで、マリアさん、もう一つ告知を、もう一つ、はい、はい、こちらも毎度おなじみのてるてる寄せでございますけども、はい、今回ちょっとチラシがございませんのでね、はい、私があのこちらに書き留めておりますんで、はい、これをもとに、はい、僭越ながら発表させていただきます、はい、はい、第16回てるてる寄せ、まずあの午前11時からはテルプラザ の, あの1階いつもの場所で、毎回毎回大好評 の, あの絵手紙体験教室、こちら開催されます、はい、講師は、日本絵手紙協会、専属、何やったかな公認講師日本絵手紙協会公認講師の山内陽子さんが、はい、先生が、僭越ながらご指導されております、はい、そしててるてる寄せのイベントの方でございますけども、はい、午後1時から2階のテラスの方で、はい、野外イベントとなっておりますんでね、はい、まずは一発目、アフリカ民族音楽のマホロさん、はい、こちらももう毎回大好評でね、特に前回初めてあの野外でしていただいて、うん、もう本来の実力が出せたというか、今までやっぱりちょっとご遠慮してね、室内やったんで ね、うん、音がちょっと大きくなるということで、うん、でももう出したいだけ出せるんで、はい、マホロさんもはち切れてましてね、はい、お客さんもまたそれにやっぱり乗せられてノリノリで大いに盛り上がりました、マホロさんでございます、はい、そして13時40分からは、こちらもまたおなじみの、はい、関西大学文化会落語大学の皆様によります、はい、落語の方でお楽しみいただきます、はい、そして、15時10分からはこちら大東で大活躍の、ジャグリングサークルドロップさん、ドロップさん、はい、このね、澄み渡るこの夏空の、ね、初夏のこの青空の下でどのようなこのハラハラドキドキのジャグリングを見せていただけるのか、はい、こちらも大いにお楽しみでございます、はい、そしてこう言ってでございましてね、はい、15時40分からはこちらもまたこの大東市中心に大活躍されております玉すられサークル、あ、千住さんが、はい、なんと満を持して登場でございましてね、今回はもう一人、二、はい、人ぐらいお仲間の方を引き連れて登場してくれはるということでね、はい、何が飛び出すやらこちらも楽しみです、はい、そして15時50分、はい、なんとね、これは果たしてこんなんがあっていいのかどうかというダンス、
住川八犬園長でございます。あやんちゃんさんのダンス、はい、はい、ね、この住川一門の若手のホープというか、はい、もういつまでも若手とは言うてられませんけどね、ぼちぼちしっかりとした芸をね、お客様にまたね見せていただけるよう頑張ってもらいたいもんでございますけども、はい、ね、この期待のホープ住川八犬園長が今回はダンスで、ダンスで、はい、ここでなくダンスで、ダンスで、はい、他にねちょっと出演者がいないんで、まあ強引に穴埋めに出てもらうというそんなことないんです。もうバッチシいいもんを見せて、はい、くれると信じております、はい、そして、はい、16時からは、午後4時からはこれまたこちらの大東でね、うん、大活躍されておりますケングレコード所属深井清信さん、そしてはい、元祖アナゴちゃん体操の深井清信さん、はい、そしてそのダンスを可愛くねレクチャーしてくれるのがストロベリーのご両人でございます、はい、ね、もうこのストロベリーのご両人見てるだけで癒されますよ。来てよかった、てるてる寄せこうなりますんでね、はい、どうかお越しくださいませ、はい、そして鳥を取っていただくのはもうマンスリーですね、もうてるてる寄せの女王、はい、森口の歌姫、今やもう泣っ子も黙るというね、まさに森口が生んだ女王でございますけどもね、はい、ゆっこたんこと、はい、梶ゆきこさんです、はい、はい、以上のメンバーで、お届けします。そしてこの出演者の合間合間には、はい、今申しましたね、さっきの寄せばいいのにでも開口一番務めてくれました吉本 NSC32 期生の前田由香さんがお笑いをちょっとしたこのネタをね挟んでくれますんで、はい、こちらの方も、あ、6月30日です、はい、土曜日、今週の土曜日です、はい、森口テルプラザ2階テラスで行われます、京阪電車森口市駅、もう徒歩1分もかかりません、もしくは、地下鉄谷松線森口駅から徒歩5分ぐらいでしょうか、ぜひとも皆様方ね、お足を運んでいただいて大いに盛り上がっていただきたいと思います、はい、なんせ無料のイベントですからね、はい、お父さんお母さん坊ちゃんお嬢ちゃんおじいさんおばあさん無料でございますんでね、ぜひともご一緒ください、はい、はい、以上告知でございました、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です。怒涛のように怒涛のように喋りましたね今日はちょっと焦ってるんです。あ、そうなんです、はい、ではもうね、その調子で今日ゲスト様お呼びしたいと、はい、思うんですが、はい、はい、博士さんからご紹介されました。そうですね、はい、もう私ね、はい、あの光のルネサンスっていうイベントが去年12月にあったんですよね、はい、そこで初めてこの方の歌を聴いてもう魅了されましてね、はい、これはもうぜひともてるてる寄せに出ていただきたいということで、はい、もう失礼ながらあのメールをいきなり送りつけたんです。いきなり送りつけたんですはい、一回も会ってないのに、ほんま心よく快諾していただいてね、ぜひとも出させてくださいということで、はい、そこからのご縁で、はい、今日に至ったということで、はい、あのシンガーソングライターの瀬戸山智之助さんです、はい、どうぞお願いします。どうもようこそお疲れ様でした。ありがとうございます。いや、ほんまにマリナさんね、はい、もう満を持してというか、はい、ついにこの人が来てくれたかというぐらいのほんまに爽やかボーイでございました。マジに待ったですよ。やっぱりね、瀬戸山さんは、ね、野崎ライブにも出ていただきましたし、ね、ご一緒する機会も、ね、はい、何回かあったんですけど、ほんまにね、出演者の皆さん、そして、お越しいただいたお客さん、もうどなたからも大好評なんですよ、瀬戸山さんは。お人柄といい、もちろんこの歌声といい、もう大人気ですからね。だから見習う点が多いです、我々もね、うん、やっぱり人の前に立ってパフォーマンスをしようと思ったら瀬戸山さんのような人間でなかったなめっちゃ言うじゃない、そんなに言われても何も出ませんよいやもうめちゃくちゃハードル上がってますけど大丈夫でしょうか、これボロ出さないで。ほんなら早速ね、私ばっかりこれ言うとあれですから、そうですよ、瀬戸山さんね、自己紹介を自己紹介を、はい、はい、シンガーソングライターの瀬戸山智之助です、今ご紹介に上がった通りの人物なのでしょうか、ボロ出せないですね、今日ねよろしくお願いします。お願いします。いや、あのね、私もね、やっぱりこういうね、イベントをこういう中心となって、はい、いろいろこう企画とかさせてもらってますから、やっぱりね、出演者を確保するの大変なんですよ。だからあちこちこう、アンテナ張ってね、ちょっとこう路上で演奏やってる人とかって話しかけたりするんですよ。だから、あ、ちょっとなんか違うなとか、やっぱりこのファーストコンタクトでね、やっぱりこの印象で決まるんですよね、結構、うん、だから、いや、別にいいんですよ、そういろんな人がおるんですから、いいんですけど、あまりにもね、この瀬戸山さんが爽やかすぎてね、
こんな人間が東京ドームにおったのかというぐらい。そんなに、ね、いや、ほんまにもうね、絶滅しっかけのもう、日本カワウソか、カワウソ、カワウソですか、もう。噛んでますしね。そうそうそう、2回噛みましたからね、今。今ちょっと遅いですけど、そんだけね、この年齢にして、これだけ音楽活動されておいて、こんだけ謙虚なね、姿勢で、その、望まれてるっていうのが、僕も感動しましてね。これも瀬戸山さん、ぜひとも、この音楽ティータイムも来ていただきたいな、本当に前々から思っとったんですけど、ところがどっこい売れっ子ですやんか。なかなかスケジュール合わなかった。で、やっと今日実現したということです。いや、ありがとうございます、こちらこそ。楽しみにしてきましたよ、僕。マリナさんは何回か、以前あの野崎前にライブで、はい、野崎公演にさせていただいた時のライブで、はい、一度お会いしたのが初めて、はいはい、どうですか、ね、女性から見ても女性から見て、いやでもね、本当にね、その時にあの歌、ね、ちょっとマイクの調子が悪かったっていうのもあるんですけど、はい、本当に笑顔でされてて、はい、ああもう、なんかもう、ああって思ってずっと聞き惚れて、うんちょっと自分の司会やのに忘れながら聞いてたっていう本当にね、冗談抜きでね、あのテルプラザの方もそうですし、うん、で、あのビートルズバンドのね、ミッキーさん、京子さんもそうですし、とにかく声がいいと、で、パワフルやし、パワフルやけども、ギーンってならないんですよ、ものすごいこう聞き惚れるような、そうです、声質で、しかもやっぱりこの物腰が言ってますからね、もうほんまにもう謙虚で、ものすごい実力者やのにね、でも謙虚で言う、これなかなかねえ。いいですか、どうぞ。私がこんだけベタバカするというのは、何もこの CD をいただいたからではないですけどね、またあの瀬戸山さんの方からじっくりとこの見どころ、聞きどころをね、紹介していただきますけども、ついに瀬戸山さんのファーストアルバムが発売されました。そうなんです、はい、Good Morningというタイトルでございますけどね、こちら私ね、今回ね、はい、発売記念ということで頂戴いたしましてね、はい、ですからそんな瀬戸山さんを褒めてるんじゃないんです、はい、とにかくほんまに私もね、このいいものをいただいたらカボにしようと思ってますけども、この CD、この内容を聞きどころについて瀬戸山さん、よろしくお願いします。そうですね、まあ、今あの BGM でもね、かけてくださってるんですけれども、はい、5曲入ってます、はい、うん、でまあ、タイトルがグッドモーニング、おはようですね、はい、で、グッドモーニングっていう曲が1曲目にありまして、はい、で、最後にはただいまという曲が入ってるんですが、はい、まあ、1日おはようから始まって、はい、で、ただいままで、はい、ことある1日のような、その1日の中でいろんな場面で聴いてもらえたらなっていう曲を選んで入れてあります。あ、そしたらこのグッドモーニングというこのアルバムの中に、人間が朝おはようって言って起きて行ってきますって出かけて、はい、で仕事なりね、学校なり終えて、うん、そして家に戻られてただいまという、そういう一日の人間のリズムというか、はい、一日のそのね、人が起きて寝るまでのそのドラマ、それが凝縮されているということですか。まあ、そういうことですね、はい、深いですね深いですかね、深いですよ、まあまあ、うん、はい、僕なりの、ね、はい、なんかね、なんかちょっと力になりたいですよね、こうふとした時に、うん、お、明日も頑張ろうみたいな、うん、はい、いや確かにマリアさんそうですよね、ほんまにね、パッとこう入ってきた曲でなんか落ち込んでる気分が、あ、こんなことしてられない、また頑張ろうってなったりね、なるんですよ。例えば失恋して落ち込んでる時に、あ、また頑張ろう、人を好きになるということを諦めたか、人を好きになるということを、そんなことを見込んだらあかんねみたいなね、そうなったりするんですよ。なんか何かあったんですかね。私ですか。何かし、白秋さんが。あ、白秋さん。今ちょっと嬉しいでしたからね、今ね。マリアさんもちょっと。え、なんかやっぱりその5曲選ばれたのはその、うん、やっぱりその一日の流れっていうのはあったんですけども、この中でも一番なんかやっぱ思い入れのあるというか。お。一番思い入れ。ありますか。おお、そうですね。まあ、全部そうですけどね。まあ、でも自分の中でもお気に入りの曲っていうのはあって、2曲目の「はるか」という曲が今はお気に入りです。今多分お気に入りは僕変わっていくんで、はい、はるか、それは、はい、どういうふうな思いで作られた曲なんですか、はい、この「はるか」で、
で、この「はるか」っていう曲なんですけど、多分知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、スタジオジブリの「魔女の宅急便」ってあるじゃないですか、はい、あれを見て、はい、まあ、感じたことを書いたんですね、うん、ちょっとライブの企画でジブリの作品をそれぞれに見て、はい、で曲を主題歌を書いてこようみたいな企画をやった時に、はい、僕は「はるか」という曲を魔女の宅急便を見て書いたんですよ、うん、でもそれ結構前なんですけど、うん、ずっとずっとこう温めながらやっとアルバムにも入れたいなと思って、あ、そしたらその魔女の宅急便にものすごい衝撃を受けられたということですよね。そうですね、めっちゃすごく好きな作品なので、うん、あ、でもね、なんか意外なあの発見というかね、うん、まあ曲を書かれたり、この詩を書かれる人って、まあ、もちろんいろいろな思いで自分の体験であったりとか見たり聞いたりしたこととかそういうのでまあ書いたりしはるんでしょうけど、そういう映画を見てね、うんうん、そこからこうなんかインスピレーションというかこうね、思っていることをこう書くっていうそういうのもあるんですよね。もう、あ、そうですね、やってみようという、まあ、一つのチャレンジでやってみました、うん、これとは関係ないんですけど、はい、どういう時にやっぱりその歌の曲とか詩とかって思い浮かびはるんですか？なんかぼーっとしてる時とか、なんかお風呂入ってる時とか言わはる人いるじゃないですか、うんうんうん、で書くぞって決めて書きはる人とかふとした時になんかポンって出てきはる人とか、はい、僕はもういつになくもう常に常になんか動いてますね、そういう歌詞だったりメロディーだったり、だから常に IC レコーダーとか、うん、携帯にもメモずっと取ってるし、あ、そうなんですよ、もういつになく、うん、一日中音楽がもうそうですね、あ、それは、まあ、僕も一緒なんです、うん、多分そうですよね、もう常にもうメモしますね、うん、ネタになることは、うんうん、だから今日でも電車乗ってきたら面白い光景あったらすぐメモに、うん、ああ、わかります、そういうの、でそれはこうなんか味付けしてね、うん、ネタにこうするというか、うん、だからもう風呂入っとっても使いながら洗いながらでもやっぱり手もしますしね、もうネタぶわくってますからね、なんかね、お互い爽やか坊や一緒に爽やか坊や考えることだね、そうですね、爽やか、ね、はい、はい、はい、え、何か問題発言でもありました？いやいや、全く、はい、なかったあれなんですよね、今日、はい、山さん、なんか1曲歌ってくださるって私も聞きしたんで、あ、え、そうなんですか、そうです、歌わせていただけるということで、ありがとうございますこれはサプライズですよ、我々聞いてなかったですからね、あ、そうですか、私さついさっき聞きました、あ、そうですか、はい、僕今初めて聞いたんで、あ、そうか、それそうなんですよ、ありがとうございます、ということはこのファーストアルバムの中から、はい、1曲、おお、その今言ったはるかをはるかをお届けします、いや、なんだろうか期待に満ちた目を、いやいや、ほんま期待に満ちてますよ、いや、どういう風な思いで作られたかというのをね、前もって聞かせていただいたんで、うん、もう、嫌な上にもこのね、興奮がもう、ね、僕来たと思いましたからね聞いてくれたと思ってさすがマリアさん、ね、いや、いつもわかるそれでは、はい、早速、ね、ちょっとご準備の方に時間がかかるということなので、はい、その間ちょっとだけお話なのかな、はい、そうですね、そしたら瀬田山さん準備をいただいて、はい、でもマリアさんほんま楽しみですよね、楽しみです ね、 ちょっとね、私2回目にやるんですよ、瀬田山さんの生歌を聴くのは、あ、はい、しかも、まあ、前まで、はい、イベント会場だけども、はい、今回はこのスタジオの中で、うん、まずもう私らしかちゃんと聴けないわけですよ、そうですよね、贅沢ですよね、ほんま贅沢ですよね、ほんま贅沢です、いつも思うんですけど、はい、ね、こんなそばでね、うん、もうこれ瀬戸山さんのファン多いですから、ね、もうギャーになりますよ、怒られへんように怒られへんようにね、やっぱりほんまに我々も心を込めてね、聞かせていただかないといけないなと思います、はい、あれですか、白鳥の本ちゃんもいきなりメール送られてからもだいぶ、そうなんです、いきなりメール送ったんですよ、うん、感動したんで出てください言うて、まあ、はい、ぜひその時の状況の後でも聞こうかなはい、よかったですよ、あの、光のレッサンというの瀬戸山さんの歌の声が、それを見に行かれたんですか、僕見に行ったんですよ、誰かと出会いないかなと、うん、またね、てるてるとかそういうイベントに出てくれる人いないかなということで、うん、で見に行ったんですよ、そしたら瀬戸山さんが歌ってはって見つけはったんです、でもそうですよ、考えてました、はい、では準備の方が、はい、できましたでしょうか、はい、お
はい、大丈夫ですよ。はい、ではマイクを。そうですね、ありがとう。それでは瀬戸山さんも、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。アルバムグッドモーニングの中から遥かという曲を歌います。なかった難しいことは考えずにいられた。尽きない好奇心、もっともっと知りたくて、なんだって一人でできるような気がした。空はいつでも限りなく青く、あの頃の夢を抱き続けて、遥か彼方地平線の向こうには何があるのだろう。冒険の果て、僕らはたくさんを知るだろう、自分のことも。新しい街はあまりに大きくて、期待と不安に胸はざわめいた。人の冷たさ、温かさに泣いて、そうやって明日が生まれてくる。海はいつでも限りなく青くさ、心のままに飛び立つんだ。こぼれ落ちる涙を拭ってくれた大切な人がいる。冒険の果て、僕らはたくさんを見るだろう、光も影も。一人でできることなんてきっと限界があって、人とのつながりの中で自分を知ってゆく。そして僕にできることを、誰かのためにと思う本当の僕が生まれたんだ。誰もがきっとそれぞれに愛を持って生まれてきたんだ。大切なもの守りたい強い気持ち、冒険の果て、僕らはたくさんと出会うだろう、自分自身にも。ありがとうございます。い
か。こんな間近で。ね、なんかもう、ね、めっちゃ贅沢すぎてどうしようかと。ほんま毎回思いますね。贅沢な体験を、ね。でもやっぱりあれですね、ギターを持ち張るとやっぱりガラッと雰囲気も変わらはりますよね、うん。ほんま変わりましたよね。やっぱりこう、なんていうかね、こう爽やか青年から、はい、ね、もう戦う男みたいな感じで、ね、やっぱりガラッと変わりますよね。こう思いがやっぱりビシビシと伝わってきましたね。この遥かやっぱりね。お、遥か流してくれてる、ありがとうございます。やっぱり一番のおすすめというかね、今のお気に入りの曲だけあって、さっき聞いたとこやから余計に、何やろ、なんかいろんな、なんかもうこれもこれもとか思って、どん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 なんかそれもナイスパスのおかげですよ。ありがとうございます。あのね、はい、な、まあ、なんていうか、こう、まあ、ベタな質問なんですけど、なぜ音楽を始められたんですか。音楽を始めたきっかけですか、はい、始めたのは、なんで、いつ頃から。もともと歌うのが好きに、はい、なったんですね、高校生の時に、はい、で、もともとはポップスではなくて、あのマライア・キャリーとか、はい、洋楽の R&B シンガーになりたくて、へぇ、そうなんですか。そうなんですよ。で、歌をハマって、はい、で、まあ高校卒業してから大学入ったら、はい、音楽をやろうと思ってて、はい、でもどうしてもいいか分からなくて、楽器もできないしってことで、まあ、友人を見つけて、友人とこう路上ライブっていうのがね、はい、その時結構こうやってる方が多かったので、はい、やってみようと思って、で3人組でグループを組んで、駅前でこうジャカジャカで、僕はその時ずっとこうコーラスしてたんです。何も手もギターも持たず、で、まあ、その中でどんどんこうポップスもいいなってなっていって、で曲も作りたいなと思って、ギターもじゃあ弾いてみようかって弾いてみて、曲を作り出して、で今になりますね、はい、あ、そしたらもう昔から そうやってギターをこう弾いてやってきたっていうんじゃなしに、ではないですね。そう、はい、うん、そうなんですよ。なんか才能がこうパッと開花したんですかね。もともとだからそういう才能があって、でないとね、やっぱりこういうのってセンスのもんやから、やっぱりね、なんていうかね、なんか練習やっても稽古やってもなかなかこうほら上達しないというか、そういう方もいますやんか、まあ、それがええとか悪いんじゃなしにね、こうなんかセンスっていうのがあって、うん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 、我々でもそうなんですよ。やっぱ向いてる人向いてない人というのがあって、うん、何もやってもやっぱりね、あんまりこう上手くならない人もいってるんですよ。なんかやっぱりどうしても向いてないんじゃないのみたいな。だから瀬戸山さんはそういう意味ではやっぱりこう歌うこと、ギターを弾いて歌うことっていうのにものすごい向いてはったんちゃうかなと思ったりは、ね、するんですけどね。まあもともと多分歌がで洋楽とか聴いてたのがきっと今になって、うん、エッセンスになってるんだろうなと思うんですけど、はい、うん、なんかだから、はい、その全く無理してないんですよ。このほんまに自然体でね、いつでも自然体でものすごいこうパワフルやし、だからパワフルに見せようとかそんなんじゃないです。もうほんまに歌の歌詞の通りの表情であったり、悲しい場面では悲しい、ね、表情になったり、もうそういうパワフルな時はそういう、ね、力強い表情になったりとかいう、ものすごい自然体で歌われてるなっていうのが伝わってみてね、それがまたいいですね。まあ、シンガーソングライターの多分醍醐味ですね、それは。そうですよね。自分で書いて自分で歌うので、うん、それはね、やっぱり自分で書いたやつを自分でそうやって歌っててね、それはもうこれほどね、こもらないわけが、それでこもれへんかったらね、何なんでしょう。でしょうって。瀬田山さん、あのどうですか、今後のいろんなそういうライブ活動とかはございます。はい、いっぱい決まってます。あ、そうですか。バンバン告知やってください。そうですね、レギュラーライブが決まってまして、はい、まず一つは、大阪の千里中央というところで行われている千中パルストリートという、はい、フリーのライブイベントなんですけども、はい、そちらに、毎月4回レギュラーで出演しております、はいはい、そしてアンプラグドライブという、大阪の中津美奈屋ホールさんで行われている、はい、生音でやるライブイベントにも月1、毎月第1水曜日に出演しております、はい、でですね、そうコンテストに
今度出演するんですよ。はい。プリズムミュージックウェーブという、コンテストなんですけど、はい、で、まあ、音源審査を通りまして、今度7月の8日日曜日に、公開審査ですね、予選があります、うん、で公開審査なので、どなたでもご覧になれることができて、もちろん無料 でもしその時に勝つことができれば、うん、9月の16日です、はい、間違えました、16日の日曜日に、プリズムホール大ホール、もうすごい大きな場所なんですけど、はい、そこでの決勝大会に進出できます、うん、はい、ともう一つは、ドンコルさんという僕と同い年の、はい、パーカッションとギターの2人組のアーティストとのツーマンライブが決まっておりまして、はい、2組で、それぞれ長い持ち時間を、ね、歌うんですけれども、はい、この日は僕、このグッドモーニングというアルバムの中の5曲目でピアノを弾いてくださってる佐々木穂奈美さんという方と一緒に2人でステージに上がります。サポートありで、でこの日が7月の26日木曜日、南堀江ネイブという場所で夜の7時からありますので、ぜひぜひお時間ありましたら遊びに来てください、はい、もう皆様方ね、もう今日ね、もしこのティータイムをご覧になって初めてこの世田山さんをね、あの見たという方もおられるかも分かりませんけども、本当にね、もう人間性もいいですし、その人間性がやっぱり音楽で作られる曲にもほんまに現れてると思うんで、ぜひともね、もうこれをご縁に応援してね、いただければありがたいなと思いますし、ね、もしあのお時間ご都合よろしければ、ぜひともね、今、告知がありましたこのイベントにもね、足を運んでいただければなと思いますんでね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本物も大活躍ですね。いやいやいや、そんなことないです本当に全然、特にあの公開のね、その大会ですか。ああ、はい、これね、頑張ってくださいね。頑張ります、頑張りますよ、ね。で、あのね、最初のあの千里の方の、はい、あれってあの梶裕子さんも行ってはるんですか。そうですよ、ね、あのてるてる寄せで、まあ、仲良くなさせていただいたんですよ、はい、で僕がレギュラーやってるので紹介させていただいて、はい、今梶さんも毎月2ヶ月に1回ぐらいかな。そうやったんですか。そうですよ。うわー、こうね、僕ね、こういうのが嬉しいんですよ。やっぱりね、梶さんとかでも、はい、で僕はやっぱりてるてる寄せ出てめえへんいうことで来ていただいて、だから仲いいご縁が広がったらいいなって常に思ってるんですよ、この出演者同士。はい、僕も思ってます。そうやって縁があってね、梶さんがそうやって言ってるというか、まあ、うわ、嬉しいわ。やっぱり寝てるテレビでさせていただいてるね、会があります、うん、そうやって広がっていったらね、そうですね、どんどん活躍の場が広がれば、うん、ほんまにね、そんな、ね、僕らも嬉しいことないんで、もうもっともっとね、もう活躍していただいて、はい、ね、日本を代表するね、シンガーソングライター頑張ります、頑張りますね、ほんまに。その時は僕のこともね、どうか忘れないように。そんなに何か言い残すことはないですか。そうですね、まあ、あのてるてる良さが30日にあるので、はいはい、ぜひぜひ遊びに行ってください。外ですよね。外なんですね、僕は中でしかやったことないので、はい、外も、ね、あのいつか指定させていただきたいなと思ってるんですけど、ぜひともね、あのご都合よろしい時に、はい、そうなんですよ、出ていただければ、うんうんうん、ね、ありがたいです。ほんで、もう瀬山さん呼んでっていう声いっぱいあるんですわ、そのテルプラーズ側の人でも、瀬山さんあかんのって呼んでっていう声がほんまにいっぱいあるんですよ、冗談的に、もうぜひぜひ、なので30日はぜひね、てるてる寄せを見に行っていただければと思います。もうね、瀬山さん、あと梶裕子さん、やっぱお若いんでね、やっぱりね、地域活性化イベントなんで、やっぱ若い人が、いや、もちろんね、その若い人だけじゃないんですけど、特にやっぱ若い人がこうやってね、活躍やっとったら、それを見てるね、そのお父さんお母さん世代とか、またおじいさんお母さん世代って、ものすごい喜んでくれるんですよ。若い子が元気に何かね、目標に向かって頑張ってる姿見たら、うん、もう私はもう元気でるって言ってくれるんで、うん、だからほんまにありがたいので、ぜひともまたご出演してください。はい、ぜひよろしくお願いします。私最後に質問が、はい、CD とかどこで、あ、CD はライブ会場に頼り販売のみしております。ですか。そうなんですよ、お店とかに置いてないので。ちなみにおいくらですか。1500円です。安い勉強してますね、やっぱりね、瀬戸山さん。お酒の飽きんどでございます。飽きんどまだね、ライブ情報とかも、はい、瀬戸山さんのホームページでも、はい、どんどんアップされてますので、はい、ぜひそちらの方も見ていただければと、はい、思います。はい、お願いします。あと、質問とかないですか。もうとにかく、頑
頑張っていただきたい、はい、だからもうそうやってご縁してね知り合った人は柿さんでもそうですし瀬戸山さんでもみんなやっぱりね頑張ってビッグになっていただきたいなと思うのがこれはほんま綺麗事でも何でもなし私のほんま思いなんでほんまにねもちろん私も頑張りますしだから頑張って頑張ってって話に僕も頑張るし瀬戸山さんも頑張ってねお互いに頑張って、はい、またねあのこういう楽しいねほんまに話トークができればねいいなと思いますね、はいうん、前向きに頑張っとったらやっぱりトークも楽しくなりますからそうですよねそうでしょマリナさん、はい、マリナさんも頑張ってください頑張りますはいどうもありがとうございましたありがとうございましたはいはいでですねはいあとあのちょっと麦さんの商店街からお知らせというお知らせはいはいなんかあの先週いつやったかな月曜日に、はい、火曜日あの小学校の、ね、2年生の、はい、80数名が、はい、商店街に見学に来られたということでねすごいもう見てくださいかわいいですねもうみんながそのいろんな商店行かせていただいてお話聞かせてもらってっていうのをされたそうではい、はい、なんかもう本当にねあこれスタジオにも、ね、来られたみたいで、ねこれは何か放送したんですかね喋ってはったんですかね面接何の面接なの、ね、でも本当にね、なんかもういろんなやっぱりあの小学生来られるということはそんだけ商店の皆様もご協力いただいたということで、うん、もう本当に商店街の皆様に協力していただきましてありがとうございましたもうやっぱりね、こんだけお子さんおられたら、うん、あれですよね、なんかもう活気がありますよねでやっぱり、うん、あの物珍しい、うんでしょうかね、やっぱりなかなかこう商店街に接するっていう機会も少なくなってますんでね今なんかこの野崎商店街みたいなところがねどんどんやっぱりこういうあの小さいお子さんでもねこうなんていうか安心してね一人でもなんかちょっと買い物に来れるようなね遊びに行きたいと思えるようなねそういうなんかほどぼどそれこそねほんわかとしたそういう参道商店街を目指してねこれからも皆様と協力してね、うん、頑張っていければいいかなと思います。あともう1点、はい、号外チケットっていうあのなんか地域のチラシのやつに、クーポンチラシかな、の方に、あの今回、のぞきさんの商店街特集ということでね、はい、あのこういう、こちら、はい、号外チケットの1月号ですね、大東市場の後、この池版の分の、はい、ところに、見てください、このデカデカと。おのぞきさんと商店街特集ということでね、すごいですね。商店街の、まあお得なクーポンがついております、はい、これはもう野崎商店街の店舗さんのみの特集ですかここはなんかこのね一帯はソロです。そうです商店街特集ということでね。でもマリナさんね、はい、こうして見たら改めてこうして見たら結構いろんなお店ありますね。そうですよ、いっぱいあって私もまだ行ったことないお店が、ねね、何店かあるんでぜひぜひ行ってみたら、ね、これ丸一日楽しめますよ、うん。野崎三道商店街をブラブラやるだけで一日どころかもう何日でも行けますよ。何日でもねもう移り住みたい引っ越したいと思いますよねこんな商店街近所にあったらもうパラダイスですよ。で一応ねこれね商店街の、はい、各所でも置いてます、はい、ほのかスタジオの前とかデジタルサイネージの横、はい、テレビ新聞さんの前とか、はい、あとねあと他にも大東の住みの道の駅付近とかでも、はいうん手に取れるかなと思いますので、はい、ぜひぜひ見つけた際には手に取っていただいて、ね、またあのお買い物とか、ね、食事とか楽しんでいただければと思います、はい、もう商店街といえば野崎三道商店街、はい、もうこれにつきますんでね、はい、もうほんまに丸一日楽しんでいただけますんで、はい、ぜひともあのお足を運びいただいて、はい、そして野崎三道あの野崎観音さんもありますんで、はい、ねそちらもね、はい、お参りしていただいて、はい、ね、その四季折々のね、そうね、自然も楽しんでいただきの、うん、お腹すいたらご飯食べて、はい、ちょっとコーヒー飲んで一服して、ね、ほんで帰りにあのお土産のお花も買っていただいて、もう何から何までその三道商店、商店街でございますんで、ぜひとも皆様方、お立ち寄りください。ゴールデンウィークはもう、あ、そう、ゴールデンウィーク過ぎたから。だいぶ前に、もう夏休み、7月です。このね、7月夏休みは、はい、この野崎三道商店街でね、ご家族そろってお越しいただいて、はい、大いにね、あの夏休み思い出を作っていただきたいなと思います。はい。はい、ではね、またお時間の方来てますので、はい、もう次はもう7月です、ね。いよいよ7月ですか。はい、もう7月も次、5日かな。あらー、マリナさん、はい、暑いですよ、もう。暑いですね、ね、です。
ね、私とこうやって一緒に会ったらさらに後を読みますけどね。はい、水分補給とって頑張りましょう。バイバイ。バイバイ、また来週。